んこんにちは。平成28年6月号の WebTV 阿蘇プラスです。昨年6月から始まったこの番組も今月で1年を迎えました。これまで阿蘇市のさまざまな情報をお伝えしてきました。イベント紹介ではゲストの方たちをお招きしたり、またイベントにこの番組がお邪魔した回もありました。これからも阿蘇市の魅力ある情報を皆様にお伝えできるようにスタッフ一同頑張ってまいりますので、ぜひご覧ください。さて、6月も後半に入り、熊本地震から2ヶ月が過ぎました。 WebTV 阿蘇では観光情報として阿蘇市の商店街を紹介するシリーズを放送しています。うちの巻商店街編では今金食堂の今村聡さんを案内役に迎え、なんとパート7まで作っちゃいました。聡さんとお店の方たちのやり取りが本当に楽しくて笑いの絶えない撮影でした。商店街の皆さんには突然の撮影にもかかわらず心よく、インタビューに答えていただいて本当にありがとうございました。撮影の中で印象的だったのが、県外からいらっしゃったお客さんが思ったほどダメージを受けていないと阿蘇市の印象を語ったことでした。いまだに国道57号線は寸断され、被災地というイメージが強いと思いますが、温泉街の中でも通常通り営業をしている旅館やホテルもあります。またこれからの営業再開に向けて準備を進めているところもあります。WebTV 阿蘇ではこれからも阿蘇市の復旧復興の様子を皆さんにお伝えしていきますので、この商店街編シリーズもそうなんですが、ぜひご覧いただきまして観光情報に役立てて、ぜひ阿蘇市にお越しください。では続いて7月のイベントをご紹介しましょう。7月23日土曜日、地頭きび種まき収穫体験が開催されます。こちらは阿蘇の草原から刈り取った野草を堆肥にして、それを野菜作りに活用している阿蘇草原再生シール生産者の会が主催しています。このイベントは7月と10月の2回行われる予定で、今回の7月は地頭きびの種まきとスイートコーンの収穫、そしてバーベキューランチもあります。参加費は1000円で、主催者の方の話では1000円以上のバーベキューの内容だそうで、とても魅力的なイベントとなっています。定員は小学生以上50名で先着順です。農業体験ですので、長靴や汚れてもいい服装、またタオルや着替え、飲み物などを準備してお越しください。当日道の駅阿蘇に集合して貸し切りバスで畑に向かい、農業体験の他にも採れたて野菜の販売会もあります。参加申し込みお問い合わせはこちらのメールアドレスまでご連絡ください。申し込み窓口は阿蘇自然環境事務所、電話0967340254となっています。すでにもう申し込みをされている方もいらっしゃるそうで、先着順となっていますので、お早めのお申し込みをお勧めします。7月23日土曜日に行われます地頭きび種まき収穫体験をご紹介しました。今月号の WebTV 阿蘇プラスいかがだったですか。私個人の感想なんですが、地震後さまざまなイベントが中止や延期される中で、久しぶりに阿蘇らしいイベントがご紹介できて嬉しかったです。さて、ここ阿蘇市では6月4日に梅雨入りしました。皆さんのお住まいの地域でもこれから雨の日が続くジメジメした季節となりますが、阿蘇市ではそんな雨の中でも楽しめる観光スポットがあります。こちら WebTV 阿蘇で観光情報としてこれからお伝えする予定ですが、ステンドグラスの制作体験とボルダリング体験を現在取材中です。ここにあるね、このグラスもその取材で作ったものなんですが、 WebTV 阿蘇のロゴが入ったオリジナルの作品を作りました。詳しくは番組をぜひご覧いただきたいと思います。他にも草原にスポットを当てた新番組や
阿蘇市商工会青年部のインタビューリレーの企画も現在制作中です。番組の新着情報については WebTV 阿蘇の Facebook やホームページでも順次ご紹介していますので、こちらもぜひチェックしてみてください。今月で1周年を迎えた WebTV 阿蘇プラス平成28年6月号いかがだったでしょうか。また来月もお楽しみに。今月はこれで失礼します。